はい、2月1日月曜日、マイコスノーリゾートです。時刻はもうすぐ3時半になろうかというところですね。風が今日1日強くてですね、今も強いんですけど、こんな感じでちょっと分かりにくいですかね、結構揺れてるんですけれども、音声が入りそうなちょっと木陰で撮影をしています。で、今曇りなんですけれども、それまでですねずっと晴れ間が、出てましたね。で、まあ、午前中の雪質はですね、まあ、昨日の、まあ、降雪もあったということも関係してまして、まあ、かなり滑りやすかったですね。で、午後からですね、まあ、気温も少し上がったせいか、雪がかなりこう湿雪ですね、水分含みまして、ちょっとブレーキがかかるような雪質となりまして、少しこう難しい、コンディションでは、あったのかなというふうに思います。で、まあ、朝のうちはですね、まあ、昨日の、まあ、残りのパウダーっていうのも、まあ、長峰エリアとかですね、ゴンドラの方で楽しめたのかなというふうに推測はしたんですけども、まあ、実際のところちょっと分かりませんけれどもね。はい、で、まあ、明日からまた雪予報ですね、雪マークがついています。まあ、それのちょっと始まりなのかなと思います、この風は。まあ、ここからどんどん、天気は崩れていくものと思います。はい、ということで、ちょっと風の影響でお聞き苦しいことところありましたら、申し訳ないですけれども、これにて、今日の舞妓の様子ですね、としたいと思います。ということで以上。